はい、どうも、チャー、スレオシクです。本日の動画は、マキシブストーンのイクセスですね。イクセス。はい、こいつの発音間違えると、イクセス界隈の人からメリケンサックで殴られるという怖い噂が立っている。そんな期待となっておりますが、はい、冗談置いといて、今回はね、覚醒が F になっております。はい、もうこの時点でなんかもうトロールと間違えられそうなんですけど、イクセスね、そう、まあね、射撃が強い機体で有名で、まあ S 覚醒で射撃ボンボン強するのが強いよっていう、まあそういうあれがあるんですけど、知ってました？こいつ覚醒中格闘強くなるんですよ。知ってましたか？はい、ということで今回は F 覚醒、まあ覚醒中なら覚醒なんでもいいんですけど、覚醒中限定のスカシコンを決めてきた動画になります。はい、こういうの好きでしょう。俺も好きなんです。はい、ということで、まあね、コンボの方はね、実際に動画の方を見て、そこからまあ、レオシバの方でね、解説しようかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ見ていきましょうか。対戦相手が2号機とドラゴンという変態編成、相方メッサーラで、こちらイクシスですね。はい、イクシスですね。はい。でね、こいつ、マキシブソンノだとね、変形特写がなんか変なチョコリンな狙撃だったりだとか、あとインコムがそんなに強くないのかな、こっちは。まあ、だったりでキャラパーは割と、まあでもこっちでもまあまあ強かったのかな。まあでもまあ、クバツに比べると割と控えめなのかなと思います。さあ、これ覚醒中の、もう見せちゃったけど、前格闘からのリレー前捨て N 角の最終段当てを2回やるコンボですね。はい、これなんとダメージ294! そんな減ってねえな。F 覚醒者そんな減ってねえな。と思ったそこのあなた。はい、そうなんです。イクセスね、実はですね、そんなに格闘火力出ないんですね。当たり前なんですけど。はい、まあ、頑張って320ぐらいまで出したから、まあ、よければ見てくれや。はい、といったところで1試合目ももう終盤ですね。ラストは相方のメッサラが決めてくれる勝利と。はい、といった感じの1試合目でした。そんなに減ってねえなと思ったあなた、イクセス使いの人にメリケンサックで殴られるがいい。はい、ということで、じゃあ2試合目行く前にコモの解説しましょうか。ねえ、知ってる？覚醒中前角出し切りからディレイ前捨てすると N 格闘を透かせるんだって。はい、そんな感じで2試合目、こっちではね、しっかり300超えるコンボやってるんで、お楽しみに。ということで見ていきましょう。さて、停戦相手試合やめるか。対戦相手がリボンズガンダムとスタック3号機の編成ですね。さあ、こちらのイクセスね、まあ、先ほど言った通り変形特殊とかはないから、一回はめられるときついから、まあ、できる限り寝かされないように立ち回りたいですね。で、まあ、相手のね、中距離で追ってくる相手の着地をしっかり、今みたいな感じで特殊とかでダウンを取っては、まあ、しっかり距離を取っていくっていうのをしたかったんですけど、ちょっとここ特殊を配って一回寝かされてしまいましたね。さあ、近距離のお見合い、ここでね、結構大切だなと思ったのが、この CS、今、超スレスレ受けたじゃん。こうね、ステップ、下角 CS かな。下角 CS の降りテクで、まあ、なんとか近距離さばけるかなって感じでやってましたね。やっぱり正直ね、リボガンとか相手降りテクないと、まあ、いくら3000の機動力でもきついし、イクセスなんならそこまで足回りがいいキャラではないんで、旋回性能とかもね、そんなに良くないんで、まあ、だからそこら辺降りテクとかでしっかりカバーしていきたいなって感じでやっております。さあ、こう一度ちょっとごちゃ混ぜスマブラ状態なんで、1回ラインを下げて、まあ、最悪相方めしたら爆弾でいいかって感じでやってますね。さあ、一度、イクセスの少し、得意な距離まで来れたんで、ここからしっかり射撃戦していきたいですね。さあ、後ろ特写であったりを見せながら、ここでお絵描きゲロビー、最近絵描いてないから、あまりにも下手くそすぎる。これセンスねえんだよな、俺気づいたけど。さあ、そして、リボが再びこちらに来て、ちょっと壁際きついかな。さあ、しっかりサブ射撃を当てていき、ここで相方のメッサーラが覚醒を吐いて、だが、相手のリボガンは、スタック3号機を守りに、こずこちらの、追ってきている展開ですね。完全にタイムアタックですね。まあ、なんでこちらしっかり削られないようにしときましょう。さあ、これ一度、リボンズガンダム、覚醒を吐いて、なんかいろいろステップで馬ぶろうとしたが、全然馬ぶれていないが、なんとか相方が助けてくれたか。さあ、これ、俺のオキゲロ B、今の当たると思ったんだけど、全然当たりませんでしたね。さあ、これ一度、インコムが当たっていき、相方もしっかり追撃入れてくれている。さあ、覚醒も溜まっている状況。さあ、これ覚醒を吐いて、見ていなかったんで、しっかり前格闘から N3 段を出して、N 格闘を出し切ってからの覚醒技。さあ、これで、なんとダメージが、はい、325ですね。325ですよ。頑張りましたね、はい。今、そんな減ってねえなって思ったあなた、もうね、終わりですよ。はい。さあ、といったところで、試合も終盤ですね。さあ、こちらが、まあまあ、体力の方はまだ安全な圏内でしょう。さあ、ここで、リボンズガンダムに、CS あたりを飛ばして、ラストメインがちょっと自己当たりした感じかな。はい、といった感じの2試合目でした。うん。まあ、減ってるでしょ。イクセスにしては。はい。無理なんだよ、こいつで350出すなんで、もう同時ヒットしないと無理です。ちなみに最後のバフ1しか減ってませんでしたね。はい、じゃあ、3試合目見ていきましょう。
ねえ知ってる。マキオンの XS の変形特写は棒立ちに当たらなくてびっくりの狙撃。S 角連打で空中で止まる。かわいいね。はい、ここまで見るとね、F 角 XS ちょっとやれそうじゃないって思うじゃん。そんなことないから、みんなちゃんとね、偉い子の皆さんは S 角製で遊ぶようにしましょう。一応ね、S 角製でも試したけど、スカシコン自体はできるから。まあ、ただその後に N 角サンダー当てて隠し技とかできないから、まあ、そこからね、一回スカシてから隠し技入れるなり、まあ、サブで締めるなり。まあ、そこら辺はね、皆さんの自由かなと。はい、といった感じで、じゃあ見ていきましょうか。対戦相手がバンシーノルンとファントムの編成ですね。ちょっとファントム怠慢したくないから、できればバンシーノルンとずっとお見合いして、まあ中距離で、まあ相手のビームが、マグナムが機能しない距離で、立ち回りたいですね。こっちの方が明るく長いんでね。さあ、これ一郎ファントムが突っ込んできて、これはきつい、振り返すしかない。さあ、こっちの横角ね、本当にヘナチョコなんで追撃できないんですよね。ちなみにここ、うまくカウンター当てたんですけど、追撃何入れていいかわかんないっていうか、今のね、普通はバックステサブなんですよ。なんですけど、相手ファントムライターなんだね、ビリガグで蹴っ飛ばすかと思ったら、やっぱこのキャラね、格闘の伸び悪いんですよね。覚醒中はいいんですけどね。さあ、といったところで、S 覚醒のバンシーノルンが一応攻めてきて、今のステップマジで上手だろ、体感プロゲーマー。さあ、といったところで、だが、その後のケアがマジで変なチョコすぎて、ここは一回食らってしまいましたね。208も蹴ったな。さあ、これ、相手のサブはギリギリステップでかわして、結構ね、このキャラね、なんか、ステビーだったり、結構近距離のステップ1回入れてからの切り返し大事だから覚えておきましょう。さあ、これ、前角等からの、再びスカシコンをして、N 角出し切ってからの覚醒技ですね。さあ、ちょっと根性性乗ってるから、さっきより2高いですね。はい、爆風が2減りました。おめでとうございます。さあさあ、ということで、バンシーノルンの覚醒が相方に飛んでたんで、ここは1回追いかけ広尾、なんとかいいところ当てていきと。さあ、ファントムの覚醒がこちらにぶつかって、もう露骨にカウンター構えるが、相手も一回当たったカウンターは食らわんぞとメインで剥がしてきた。さあ、落とされてしまうが、まあ相方が2000で先落ちしてるんですが、まあ2-5じゃないんでね、まだ全然体力220あるから、まあまあまあワンコン耐えられるかなって感じかな。さあ、と思ったところでラストはインコムが当たったのかなと思ったら CS の方が当たってますね。はい、といった感じの3試合目でした。スカシコンのね、レパートリーこれしかないじゃんって思うじゃん。もう一つあるんですよ。覚醒中の N 角と通常時の N 角を組み合わせたスカシコン。じゃあラスト見ていきましょう。ねえ知ってる。S 覚醒中変形格闘を連打することでオバヒでも変形できるんだって。はい、つうわけでラスト見ていきましょうかね。対戦相手がまたまたリボ3号機ですね。はい。で、ちなみにね、こいつのエクバ2の強化点でね、まあ、大きいところでやっぱ変形特殊だったり、あとインコムがね、すごく強くなったりだとか挙げられるんですけど、こいつね、一応、格闘強くなってんだよね。エクバ2の方は。横角が、覚醒中の横角になってたりだとか、まあ、N 角闘とかはね、さすがに変わってないんですけど、まあ、そこら辺強くなったりしてるんですよね。まあ、結構振ってくるんだよね、エクバ2のエクセス使い。さあ、というところで見ていきましょうか。さあ、とりあえず、中距離展開しながら、この回は結構体大きいんでね、試作3号機のパチンコ弾だったり当たんないようにしましょう。さあ、後ろ特殊はめちゃくちゃいいタイミングで着地取れたんですけど、あまりにも動かし方が下手くそすぎてダメージが95ですね。N 特殊で取った方が良かったんじゃねえか。さあ、これ一郎 CS に当たってしまい寝かされるが、まあ、近距離なんとか CS あたりを駆使しながら、なんとかかわしていき、ステップ大事なんだよね、このキャラ本当に。さあ一度大型ファング飛ばされて、なんとか軸を合わさらないようにしながら、ロングブースあたりでかわしていく。さあここも一回詰められて、なんとかステップの方向いろいろ考えて、ここ今のね馬ポイント、ロング BD から相手のコマンドを見てからステップメインサブですね。これはなんか読み合いしてるって感じしますね。ちなみにこのキャラはねメインが強い、近距離のね、まあもちろん中距離だったらメインも強いんですけど、近距離のねメインが強い理由として、確かねこいつ銃口が長いのかな、なんかね弾の出る判定ってのがちょっと長いらしくて、コバブとかから聞いたんだけど、まあなんかそれで近距離ねすごい理不尽な当たり方するらしいですね。まあ確かに俺も対戦してて明らかにやべえ当たり方してんなってことが多いけど、ちなみに同じような感じだとナイチンゲールとかも確かそうなのかな。まあさあ、といったところで覚醒は一度溜まっていますが、どこで入っていくか。なんか今ちょっとおしゃれに斜め変形しましたが、さあこれ一応覚醒は入って、さすがにここが一度後ろメインで迎撃されてしまった。さあだが、くじけず、なんとか前角と当てていったが、覚醒が切れてしまったんで、通常時の N 角でを透かしていき、ダメージこういうのもね、291減るんですよ。ちゃんと透かせばね。さあさあさあ、いい感じにね、見せ所も作ったところで、ここはさすがに落ちんのかな。さあ一度落とされてしまうが、今回は相方の方が後落ちなんで、まだゆっくりできるかな。
さあ後ろ読者、ここなんとか当てていくが段違いしていなかったか。さあ3号機の方は相方に任せて、こちらはちょっとリボン見ていきたいか。さあどっち落としてもいい展開でありますね。さあラストは相方の方がそのまま覚醒のサブで決めてくれて勝利と。はい、といった感じの4試合目でした。いかがだったでしょうか。覚醒中限定のイクシスのスカッシュコンボいいね。なんかこういう丸々中限定のスカッシュコンとか、なんか限定コンボみたいなのやっぱ好きなんよね。じゃあエンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。覚醒中限定のスカッシュコンボをやるイクシス、かっこいい不覚醒イクシス、イクシス、はい。もうね、この発音ね難しいね。日本人はちょっとよくわかんないね、この発音難しいやるよ。はい、まあ、といった感じで、イクシス視点でした。はい、まあ、といった感じでね、ご視聴ありがとうございました。イクシスなぁ、なんかな、自分で使うとしっくり来ないんだけど、相手に使うとマジ強いんだよな、このキャラ。まあ、なんかバーサシリーズって本当にこういう系多いけど、なんかこう、自分が使うとそんなに強くないのに、相手が使うとそんなに強い。なんか、すげえ生ってね、俺。まず、なんか、そんな感じのキャラね。まあ、ヘビアだったりだとか、ヒルドルブだったりだとか。はい、まあ、といった感じでした。はい、で、ちなみにね、ストックがね、今、初代を取ってあったんですよ。はい。バーサシリーズ10周年つってね、あげようと思ってた初代を、本当は今日あげるつもりだったんですけど、今日12時にね、村門チャンネルパッて見たら同じ動画があってたんで、ボツになりました。多分ね、1週間ぐらいに、ガンキャノンの言うとやべえっすって感じであげると思うんで、まあ、そっちをお楽しみにしててください。くっそやられたぜ。あいつ12時投稿だからまずそこに強いよな。はい、まあ、といった感じで。くっそ、LINE で聞いとけよかった。いや、よくね、聞くのよね。失礼。動画かぶりさ、やっぱ動画投稿者同士ちょっとめんどくさいから、できれば避けていきたいから、例えば、俺がエイジ3撮った時とかに、村門がエイジ1、エイジ2って撮ってたから、エイジ3撮ってるみたいな聞いたりとか。で、長田さんとお前一緒にガンダムしてる時とかに、長ちゃん次何あげんのつって、俺のストックこれとこれこれなんだけど、つって、あ、こっちはこれとこれこれだよ、みたいな感じで。ちゃんと動画かぶりしないようにしてんだよ、裏でよ。はい、まあ、といった感じで。ちなみにね、修正日に、アップデート期待ができるだけかぶってない理由はそれです。はい、まあ、といった感じでご視聴ありがとうございました。XS でした。次回の動画は、まあ、そんな感じで一つ飛ばして、ね、視聴者から聞いた、2号機、試作2号機の核コンボがあるんで、その動画あげようと思います。お楽しみに。はい、といった感じで次回の動画また見てね。バイバイ。